街でシルエットを見つけてそれを撮るときに重要になってくるのがフレーミングです。簡単に言うと写真をどの範囲で切り取るかっていう話です。例を見てみましょう。今通りの向こうに良い光を見つけました。ここです。この四角い光の中に人を入れてシルエットにしたいと考えています。とここでやりがちなのがシルエットだけを切り取ってしまうパターン。はい、こんな感じ。シルエットはうまく撮れてます。でも写ってるのは本当それだけで面白みが全然ないです。このパターンはできれば避けたいです。シルエットは街の景色にうまく溶け込ませるようにして撮るのがコツです。以前の動画ストリートで何を撮ったらいいのの回で話したようにもっと広い範囲で撮ってあげましょう。先ほどの写真をもう少し広げるとこんな感じになります。左に特徴的な建物と空が出てきて奥行きが生まれました。また光が当たっている左サイドと影の右サイドという対比も生まれました。最初の写真と比較してみましょう。こうやって並べるとみんなやっぱり右の方がいいって分かってもらえると思うんですが、いざ実践でカメラを構えるとつい左のような写真を撮りがちです。シルエットを見つけた、嬉しい、やったで夢中になってシャッターを切ると最初のようなパターンになります。シルエットに限らず被写体は何でもそうです。綺麗な花を見つけた、バーンとアップで撮る、それだけの写真ってやつですね。僕も写真を始めた頃は一番目のような写真を撮ってしまい、家に帰って現像するときに失敗に気づくというパターンを何回も繰り返したことがあります。つまり頭で分かっていても実践できるかどうかはまた別なんですよね。そこを意識するかどうかが脱初心者の第一歩です。良さそうな被写体を見つけたらそこで一呼吸置きましょう。次のフレーミングのステップに頭を切り替えることを覚えましょう。ちなみに今回の写真、さらにもっと広い範囲を写すことも可能です。はい、これ今度は広角で空も大きく入れてみました。ちょっと空を広く写しすぎてるかもしれませんが、雲があって空に表情があるので、まあ、これもギリギリ許されるところかなと思います。あと通行人のポツン感も出ていますよね。これと一つ前の比較は、まあ、好みの問題になってきます。より人をポツンとさせたい場合は広く切り取ってみましょう。人は小さくなりますがシルエットの効果で存在感は保たれています。さてどの範囲を切り取るか問題とは別に、今度構造をどうするかという話もあります。今の写真だと人をどの辺に配置するかという問題だと考えてもらって OK です。これまで見てきたその2枚目に出した写真と3番目に出した写真はまあ概ね構図としては問題ないバージョンです。では問題あるパターンはどういうものになるでしょうか。例えばこれは人を中央に配置したパターンです。全然悪くないように見えるかもですが、ちょっと影の面積が広すぎます。中央の人とあと左のこの建物に目が行きますが、右サイドの広いスペースがほぼ影で覆われていて上々に感じてしまいます。左と右のバランスが崩れているのがこの写真です。もう一つ例を出しておきます。これは人は右サイドのままですが、だいぶ下に配置されています。ポイントとなるシルエットがあまりに画面の端に追いやられているので、これも良くない例です。主題となる要素は、できるだけ写真の中心エリアに入れておくのがいいです。三分割とか日の丸とか、まあいろいろありますけど、そんなに厳密にやらなくてもいいです。でもこの黄色で囲ったエリアに主題を入れておく、これだけはしっかり守った方がいいと思います。
下の影の部分は必要なスペースです。ここは何もないから切り捨てようと考えるのは短絡的と言えます。並べて比べてみましょう。こうやって比べるとなんとなく右の方がいいなと思ってもらえるのではないかと思います。微妙な差ですが、写真をある程度やっている人からすると大きな差とも言えます。後から見返すと、この良い方の構図は光と影の面積がだいたい同じぐらいで構成されていることがわかります。明確に意図したわけではありませんが、感覚的にこれぐらいかなと切り取ったらだいたい良いバランスになっている。構図を極めてくるとそういう風になります。今回の動画をまとめると以下のようになります。ストリートで被写体、今回の場合はシルエットですけど、被写体を見つけたら次はフレーミングと構図、どの範囲で切り取るか、シルエットだけをバーンと取らない、広い範囲で取ってみるということに注意してください。そしてシルエットをどこに配置するか、写真の端には置かないということ、そして全体のバランス、冗長となるような部分を作らないということに注意してください。こうしたプロセスをシャッターを切る前に 100% 完了させる必要はありません。幾分ゆとりを持って切り取り、編集段階でトリミングして完成させることも可能です。実際僕もそうしています。初心者はなおさらトリミングありきで考えていった方がいいでしょう。最後に一つ補足、出来上がったものをもう一度見直してみて、主題となるシルエット以外に目線を持っていくようなものがないか、余計なものが映っていないかチェックしてみてください。広く映すとやはりいろいろ余計なものが映り込んでしまいます。主題となるシルエットを邪魔する存在があった場合はもっと範囲を狭めるとか、またはその場所での写真自体を諦めるとか、臨機応変な態度が対応が求められます。いやでもシャッターを切る前にたくさんやることがあって難しそうですよね。でもこれは本当車の運転と同じで、慣れてくるとそこまで意識せずにできるようになります。車の運転もやってることを一つ一つ文章に書き出すとめちゃくちゃ高度なことをやっていて、初心者からすると頭がパンクしそうになるんですけど、あれもやっぱり慣れですよね。フレーミング構図も同じです。一つ一つ注意点を書き出すと余計に頭が混乱してしまうっていう人は、まずは一つどれか絞ってそこに注目してやってみてください。後からこの動画を見直して自己採点してみましょう。広く撮れたか、余計なものは映っていないか、シルエットは端に置いていないか、全体のバランスはという具合にチェックしてみてください。構図は写真の全てではありません。でも構図が写真を台無しにすることはよくあります。この機会に構図を大切にする撮り方を覚えて、あなたの写真をもっと良くしてあげてください。それではまた。